ただいまから平成29年度男女共同参画社会づくりに関する表彰式を行います。はじめに男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰の表彰状授与を内閣総理大臣より行います。安倍総理大臣、正面マイクまでお願いいたします。受賞者の方々のお名前を読み上げさせていただきます。岩田君江殿、鹿島隆殿、玉安子殿、中村明美殿、林陽子殿、松田陽子殿、松本周子殿、水野佳代子殿、山崎文江殿、渡辺博子殿、受賞者の方々はご起立ください。以上10名、代表、渡辺博子殿。表彰状、渡辺博子殿、あなたは男女共同参画社会づくりに尽力され、その功績は誠に顕著であります。よってこれを表彰します。平成29年6月21日内閣総理大臣安倍晋三。どうもありがとうございます。これにて男女共同参画社会づくり功労者内閣総理大臣表彰の表彰状授与を終わります。受賞者の方々はご着席ください。はい、ありがとうございました。安倍総理大臣、お席へお戻りくださいませ。続きまして、女性のチャレンジ賞、市場 NPO 法人での活動、地域活動などにチャレンジし活躍する女性個人や団体に贈られます。受賞者の方々のお名前を読み上げさせていただきます。佐藤かな子殿、竹村ゆきな殿、藤田隆子殿、特定非営利活動法人マドレボニータ殿。続きまして、女性のチャレンジ支援賞です。企業 NPO 法人での活動、地域活動などにチャレンジし活躍する女性個人や団体を支援する団体に贈られます。日本女子大学リカレント教育課程殿。続きまして、女性のチャレンジ賞特別部門賞です。内閣府特命担当大臣が毎年度定める特別部門で活躍している個人や団体に贈られます。今年のテーマは、女性の職場における活躍推進のための企業の枠を超えた取り組みです。埼玉中小企業家同友会女性経営者クラブファム殿。国立大学法人滋賀医科大学男女共同参画推進室殿。受賞者の方々はご起立願います。以上7名、代表佐藤かな子殿。表彰状、佐藤かな子殿、あなたのチャレンジは、女性が自らの意欲と能力によって未来を切り開いていくロールモデルとして傑出したものであります。よってこれを表彰いたします。平成29年6月21日国務大臣加藤勝美。これにて女性のチャレンジ賞、支援賞、特別部門賞の表彰状授与を終わります。受賞者の方々はご着席ください。賞状、最優秀賞、男で丸、女で丸、共同作業で二重丸、土橋義弘殿。あなたは平成29年度男女共同参画週間のキャッチフレーズに応募され、見事最優秀賞に輝きました。よってこれを主張します。平成29年6月21日国務大臣加藤勝美。おめでとうございます。ありがとうございました。
マイクまでお願いいたします。皆さんこんばんは、安倍晋三でございます。功労者表彰、女性のチャレンジ賞、そして男女共同参画中間キャッチフレーズ最優秀賞を受賞された皆様、誠におめでとうございます。功労者表彰を受賞された方々は、長年にわたり数多くの分野で男女共同参画の推進に力を尽くしてこられました。地域において女性が活躍できるフィールドを、組織財産業、JA、スポーツ、研究活動などそれぞれの分野で広げる、配偶者から暴力を受けた被害者の相談を受けシェルターで保護し立ち直りを支援する、国や地方自治体の政策づくりに参画する、こうした皆様の活動に深く敬意を表します。女性のチャレンジ賞を受賞された方々にも、多くの女性のロールモデルあるいは支援者としてこれからも活躍いただくことを期待しております。この4年余りで女性の就業者は150万人増えました。もはや女性の活躍なくして日本の経済は成り立たないという状況になっています。受賞者の皆様には、女性が思う存分活躍できる社会に向け、今後ともそれぞれの分野地域で一層ご尽力をいただくことを心からお願いを申し上げまして、私のご挨拶とさせていただきたいと思います。本日は本当におめでとうございました。ありがとうございました。